い、本日はこちらでございます。はい、というわけで本日の雪男ラインはこちらのニースのビーチからお送りしておりますね。ラインはこちらでございます。はい、ロシュマゼさんね。ロシュマゼのロゼが超ちっちゃいサイズで売ってるっていうね、250ミリなんです。素晴らしいサイズ。これで今日はねこの海からお送りしようというわけです。やばい、もう全てがやばい。なので、ロシュマゼさんは日本でも多分輸入されてるんだけど、ロゼはあんま見たことなかったからね。飲んでいきましょう。もう早速飲みましょう。もうキンキンに冷えてるから。雪よそはい、はい、色合いはねもうねオレンジのような感じのロゼだな。なんか綺麗な色してるんだよね。めちゃめちゃオレンジロゼみたいな感じですね。いいですね。じゃあいただきたいと思います。品種は三層グルナッシュと書いております。さあどうでしょうか。よいしょ、いい海だ。すごいなんか爽やかなね、爽やか可愛らしい感じです。まあもうそんなこともどうでもいいと。この海を前にしたらどうでもいいと、とりあえず飲もうということです。いただきます。うまいね。これはね、これはたまらんよ。ちょっといろいろ用意してるんですよ。エリック・カイザーさんで買ったバゲットです。こちらにハムがあるんです。もうこれでアペっちゃおうっていうわけよ。アペっていきます。こういうことです。いただきます。最高にうまいわ。最高に美味しいね。くぅ、言葉はありません。で、何の説明もしない今日。あ、飲んじゃったし、かも。わあ、これ甘いわ。これは最高です。これはね、やった方がいい。みんなやった方がいい、これは。これはやばいね。いやー、ちょっと飲んじゃったけど、これハム挟んだだけのバゲットサンド、めっちゃ美味しい。ハムはモノプリさん、バゲットはエリック・カイザーさんですね。はい、これですよ。まあ、さっき海入ったけどさ、いやー気持ちいい、乗ったらないね、本当にすごい。ただこれニースはね、砂じゃなくてこう石、こういうのがねもうねすごいから、まあ、だから綺麗なんだけど、これが足に当たって痛いっていうね。それはあったね、ニースの思い出だね。はい、ということで、本日ご紹介したワインは、ロシュマゼ、あ、やっぱりそうだ、ロシュマゼさん、なんか結構ね、フランスにロシュマゼやっぱ売ってんだよね。日本でもよく見るロシュマゼさんのロゼ、このロゼは俺初めて見たけど、のグルナッシュ三層、三層グルナッシュ、可愛らしいロゼだったね、美味しかったです。もう超瓶が温まっちゃってね、やばい。でございました。いやー。パンとバゲットとハムもこのね、それだけでシンプルなおつまみ、素晴らしい美味しいおつまみ完成しましたし、最高でございました。ということで、まあとりあえずこんな感じでございます。ニースから雪男がお届けいたしました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラムの登録フォロワーもよろしくお願いします。もうなんかよく分かんなくなっちゃってます。はい、
それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイバイ。あいたた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 た